リートンソッシーのラジオ,ラジオ歴史小話思わずシェアしたくなる歴史の話おそんな話をするんですか <laughs> ソッシーが今からいや僕僕から かからいつも通り行きましょうかそんなちょっと難しいことをお、ね、なっちゃうんですけどね、まあ、最近なんかやっぱりあのトルコが盛り上がってますよね、はいうん、いろいろ通貨の急落から始まり、うん、まあいろんなことがありますけれども、うん、アメリカの関係性がいろいろニュースでね、出てきてますよね、そういう中で、まあ、トルコっていう国って、比較的まあ古い国なイメージってあります 昔オスマン帝国ってあったのは知ってるんですねでその当時はかなり大きな国だったし力も持っていたっていうイメージからするとうん、うん、あ歴史ある国なのかなって僕たクレも思いますね,いいすねなちなみにトルコの人ってどこか知ってます、うん、アタチュルクアタチュルクあ違うえー、っと違す、ね、どこだどこでしょうでも多分一番有名な都市は、うん、逆にえな何でしたっけ <laughs> なんかね多分この辺にあるんですよ頭の あるんですけどってれないですねどこにありますえどこえっと地中海と面してそうなところにある都市地中海とああいいですねいいですねそこは首都ではないんですあ首都ではないそこは一番有名なイスタンブール飛んでイスタンブールのイスタンブールですねあれイスタンブールが首都じゃないあじゃないんだけどイスタンブールは首都じゃないです一番大きい都市なんですけど首都じゃないんですよ首都は内陸部にあるアンカラっていう土地なんですねアンカラあ で、うん、これ、結構、まあ、チリのテストでは、うん、まあ、結構、基本的な問題で。基本を。えー、まあ,あの、チリの問題だら、うん、例えば、うん、あのー、アメリカの首都どこですかえー、ワシントン。そう。ニューヨークではないですよね。そうですね。だか例えば、オーストラリアの首都は えっと、シドニーじゃなくて、うん、シドニーじゃなくて、メルンボルン。でもない <laughs>、でもない、でもない真ん中のキャンベラなんですあキャンシドニーとメルボルンと直線で引いた真ん中に作ったキャンベラだったりとか、ブラジルの人は、えー、サンパウロじゃなくてリオデジャネイロ。でもなくて、 ブラジリアなんですあ違うんだ、全然それはなんでかっていうと、有名な都市、はい、今の、えー、とオーストラリアのケースと、うんえー、ブラジルのケースは有名な都市が2つあって、はい、とどっちが首都になるんだ っていう喧嘩になっちゃって違う都市を作ったーケースなんです。じゃあ僕の今の間違い方は結構まあ自然自然,自然そう自然、うん、あのだ有名じゃないから人がねなるほど。であのトルネイスタンブールもトルネイスタンブールじゃないんですけど <laughs> あのイスタンブールの方が圧倒的に有名でアンカラって全然有名でもないし、うん、遠いんです。なん、はい、で,でかっていうとそれは国の成り立ちに。 いどういういことなんですか要はイスタンブールオスマン帝国って大きい都市でしたあの国でしたよねってソシンのイメージは大正解で、はい、それが第一次世界大戦、はい、今から約100年前第一次世界大戦で負けてオスマン帝国がバラバラに解体されちゃった解体されたんですか、ね、に解体されたけどオスマン帝国自体は残ってたんですよね<う>で残ってた人たちはイスタンブールにいて、うん、ヨーロッパの勝った国 ギリシャとかフランスとかあのー、イギリスとかと講和条約を結んだ人たちはイスタンブールにいたんです、うん、オスマン帝国の君主だった人、はいうん、まあスルタンとかカリフとかまあいろんな名所あるんでまあ要は王様だと思ってください王様がいたわけです、うん、でもそれに反対してた人たちがいたんですよねそれっていうのはその講和条約だったりとか切り<ー>売りされるのは嫌だっていう人たちがアンカラっていう内陸部の都市で、うん、僕たちは違う政府です 独立政府ですって宣言して、で、その人たちが、ぐわーッと独立運動をやって、はい。1918年に第一次世界大戦終わって、その1920年に講和条約がオスマントルクを結ぶんですけれども、うん、最終的にそれを破棄して、1923年にトルコ共和国っていう形で成立していくわけです。うん、だからアンカラからスタートして、地中海に追い落としていった、ねうん、あ、じゃあ、 その当初、えー、いた人たちヨーロッパの講和条約結んだ人たちは追い出されちゃったそういうことです、<ー>イスタンブールにあった政府を認めないっていうふうにしたんで、アンカラに今も首都が残ってる、でも一番大きい都市っていうのは昔からイスタンブール、ー昔っていうのはその、うん、オスマン帝国の前から大きい都市だったんですね、ずっと大きい都市だったんですよ、すごい歴史が。すごい歴史が深いあの東ローマ帝国の首都だったところが元々 で国海と地中海のルートで、うん、まあ西洋と東洋を結ぶ、うん、地中海に面した港湾都市なわけなのでだからそういった意味でも非常に大切な。 土地なんで、今も経済の中心ではあるんだけれども、政治の中心はそのアンカラ。アンカラ。で、かつこの時に軍事指導したケマルアタチュルクっていう人が、後々大統領になって、世俗主義に切り替えていくんですけど、この人が発した命令、ギリシャ軍を追い落とせっていうのが、今から戦闘目標を言うと、目標は地中海だ。って言って戦闘を始めるんですね。要はもう、地中海に敵を追い落とすまで、 もう海に落とすともうそれが目的だし、うん、それが目標だしそれ以外にゴールはない <laughs> っていう宣言して9月9日に動き出して、はい、バーッと追い出して<ー>しまうと、はい、でこれ大体作戦完了に24時間とか48時間とかもうあっという間に。 済ませたとでその前からずっと独立闘争自体は数年かけてやってたんですけど、うんうん、最後の作戦自体はブワッと終わらせて、はい、あ、これはもうあかんっていうことで、ーまあ、あのローザンヌ条約っていうふうな別の条約、もともとオスマン帝国と列強が結んだ条約を破棄して、うん、トルコ共和国と新しい条約を結び直して、うんうん、今のトルコの領域っていうのをかなんとか確保したんですね。それでも オスマン帝国時代と比べたら狭くなっちゃった。はい、ということで、こうやっぱりトルコの跡地をめくってね、第一次世界大戦、うん、いろんな人たちがいろんなことを考えてたんだけれども、やっぱり人がこう行動していく、熱意、うん、情熱っていうところからいろんなものがスタートしていく、はい、っていうことと、だから、人がアンカラなんだっていう,こう、人、うん、の立ち位置、土地柄っていうのには、やっぱりその国の歴史、成り立ちっていうのがある。はい、ということで、なかなか、 こう意外な流れになっていたんじゃないですか、ね、なるほどなんかその話聞くと今日トルコだったじゃないですか、はい、あのオーストラリアとかブラジルの話もなんかいつか取り扱いになったいなといそんなふうに思ったのでぜひまたお話し,しましょうはいラジオ「歴史シコパラシー」リートンとソッシーがお送りしました